どうもクーニンです。皆さん今日はですねエスコートビズドに来ております。今日はクーニンズのヘルメットを作りに来ました。今のこの色もおかしくないと思うんですけども、ちょっと今水野さんにサンプルをお借りしまして、こちらの濃い青の方で行った方がいいんじゃないかということでこれを作りに来ました。このクーニンズのシールをこう貼ってみるとですねこんな感じになるんですけど、こっちの方が良さそうですね。で今日はですね僕はヘルメットを作りに来たんですけども、もう一人グローブを作りに来た方がいらっしゃいます。こちらです。どうもー、美里です。球速107キロ女子の坪井美里さんです。坪井さんは使ってるグローブがビズドなんですよ。はい、そうです。こちらですか。はい、こちらです。U リーグ使ってますよ結構年季入ってますね。そうですね、これ中学2年生からずっと使ってるグローブ。今日はですねそんな坪井さんのミズノでオーダーする様子もちょっと映させてもらいながら、はい、僕は僕でヘルメットを買っていきたいと思います。ちなみに坪井さん、はい、ヘルメットですけどこれとこれどっちがいいですか。ちょっとこっちかぶってみてもらっていいですか。あー、こっちの方が統一感あっていいと思う。あ、やっぱこっちの方がいいですね、はい、やっぱベースのちょっと合わせていきます。では早速店内に入っていきます。坪井さん、エスポート水野は初めて来られるんですか。はい、今日初です。いや、広いですね。こんな広い水野さん初めて来ました。まず入ってきて、はい、手に入ったのがこれ何ですか。まあ、野球の神様が祀っている一応神社と、はい、来られたお客様も再選してお祈りをしている方が非常に多く見られる。じゃあ115キロ出るように115円入れます。これで115キロ出ます。大丈夫ですか。大丈夫です、絶対出ます。ただ坪井さん、これバットの森って書いてあるんで多分バットの神様ですけどね。えじゃあ、グローブオーダーで作りたいと思うんですけども、はい、女子用のグローブとかってありますか。ございます。こちらがカタログにも載っている、はい、女子公式用の、オーダーグラブのサンプルになっております。手を入れる部分が小さくなっているので、女性の小さな手でも、合うような大きさになっています。あとは革がもともと柔らかい加工をしているので非常に馴染みやすい、グラブになっております。あ、すごいフィットします、はい、フィット感が。え、じゃあ僕が履いたらきついってことなんですかね。逆に、あ、きついわ、もう入んないわ、全然入んないわ。そんな違うんだ。手口、じゃあかなりきついんですね。はい、そうしましたらベースを決めたいと思いますので、はい、こちらの中から、希望となるモデルをお選びいただけますので、はい、いろいろぜひはめてみてください、はい、そうです。菅野投手のモデルとかは土手の紐の投手が縦になっているので、はい、よりまあその強く握ったとしても形が崩れにくい仕様になっています。そういうのがない。一番初めにはめた菅野さんのやつがしっくりきた気がします。これ少し小さめですか。そうですね、投手用の中では非常にコンパクトなサイズになっているので、はい、投げるだけじゃなくてそのフィールディングとかも、はい、扱いやすくなっています。それにします。ではこちらの菅野投手のグローブをベースに決めていきたいと思うんですけど、はい、どうしてやったらいいんですかね。はい、水野のシミュレーション機能といいまして、はい、実際に画像に出して、イメージを、出すことができますので、こちらの方で、進めさせていただきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。この裏側っていうのが手を入れる部分、この皮ですね、はいはい、オーダーになるとこのようにディアスキンっていう、まあ、これそれぞれ色が、はい、牛の皮でもより柔らかい、お尻の皮とかを使っているものになってます、はい、どれにしよう。いっぱいありすぎてめっちゃ迷いますね。何色で迷ってるんですか。今やっているのはオレンジとピンクとで紺。あ、この青も綺麗。しかもこのピンクすっごい綺麗ですね。
あーやっぱ黄色綺麗ですね。黄色私めっちゃ好きなんで。黄色今選択肢入ってなかったですけど。ピンク、コーン、オレンジ言ってたのに黄色って思ったこれあれですよ、グローブオーダーあるあるですよ。やっぱそうやってやっぱり遊びたくなっちゃうんですよね。そうですね、楽しいですよね。楽しいです。もういろんな色あるんで迷っちゃいます。ちょっとピンクすぎますかね。俺すればあんなピンク全否定したの。ちょっと乙女も入れてみかなと思ってはい、それでは坪井さん、はい、1時間ぐらい悩んでましたけども、はい、完成した水のプロのオーダー、はい、見せてください。ででん、こちらです。こだわりはやっぱりオレンジが好きなんで、オレンジをベースにして、で目立つように、とにかく目立ちたいんで、いろんな色を使ってちょっと女子っぽく、女子さも入れるためにピンクと、もう一色入れたくてオレンジとピンクに合うコンを入れてみました。黒じゃないのがこれキーですよね、多分。はい、そうです。ちょっとコンで優しさを出しているっていう。そう、そうなんです。ではこれでお願いします。はい、こちら承りますので、納期は1ヶ月半後、はい、仕上がり予定となっておりますので、はい、楽しみにお待ちください。もうすごく楽しみにしてます。はい、お願いします。よろしくお願いします。さあ、オーダーグローブを作った坪井さんですけれども、はいはい、始球式までにちょっと納期が間に合わそうということで、はい、別のグローブも購入されるということで、坪井さん今こちら何をされてるんですか？今手口を締めていただいて、より手にフィットするように作っていただいてます。あ、なるほどですね。はい、既製品だとやっぱりどうしても手口が広いんで、より始球式でベストな記録を出したいんで、うん、なんと今坪井さんがやってる手口の締め方がかぶせ締めです。かぶせ止めとも言いますかね。これはガチですね。ガチですね完全に球速狙いに行ってますね。もちろんです。やっぱ出したいですか、115キロ。いや、もうもちろんです。どうですか？うわー、すごい、すごい。すごいフィット。すごい、めっちゃ柔らかいです。いい音。この2本のグッて、きつすぎてこの動かない。さっきつくしますやんガチガチいきますね。手がね、細いからかもしれませんけど、動きます、親指が。はい、あ、動きます。だったらもうそこでいきましょう。なんか職人さん見習いみたいになってます見習おうかな。つぼいクロフトマンみたいですはい、では紐を締め終わったグローブ、はい、もう手口めっちゃかっこよくなりましたね。かぶせ止めでこんなかっこよくなるんだな商品化商品はで、これ最終調整今から叩くわけですけど、今回は特別に田村さんにちょっとグローブの叩き方を教えていただきつつ、はい、最終調整はつぼいさんご自身がされるということです。つぼいさんの握りは多分こういう握りになってると思うんですね、はい、ポケット自体がもうこのウェーブの下へ来ると思う、ボール自体が来ると思いますので、はいはい、でそのこのところにまずポケットを作っていくという形で、はい、ウェーブ下というところの、はい、まあ、この紐がある真ん中ですね、ここをめがけて少しこう叩いてもらうと、はい、そこがこうくぼみができてきてボールが入りやすくなってきます。なるほど、はい、では実際にやってみます。はい、でやった以上愛着も湧きます。そうですね、すごい。完成ですか？完成です。
ちなみに坪井さん、こちらのグローブなんですけど、はい、フィンガーコアテクノロジーと言いまして、はい、この指先がすごいフィットするようになってるんですよ。そうなんですか。暴れ玉を黙らせろっていうキャッチフレーズがあって、すごい。この裏見てもらっていいですか。はい、うん、ちょっとなんかもう一個皮が縫われてません？はい、あります。なんかもう一つその皮が指のこの滑りっていうのをなくしてくれるんでフィットするんですよ。多少強い打球が来ても指がずれないんで、はい、もう暴れてる球とかも黙らせるって、今までのグローブはこういうのはなかったんですか？そう、なかった。今まで以上にフィットする、指先がフィットするんでフィンガーコアテクノロジーっていうモデルなんですよ。そういうことですか。なんで、はい、投球の際に、まあ、ちょっとした違和感とかもこのグローブは出ないと思うんで、115キロこれで頑張って出してください。はい、頑張ります。いいっすね。大吾もびっくりですよ、早いっつって。どう、グローブの調子は？艶消しいいっすね。艶消しいこうかな。ちょっと今回は艶消しでこのサードユニフォームに合うやつを作りたいと思います。ちょっと待って、何壁に落書きしてるんですか？落書きじゃないですよ。サインですか？サインです。日付かっこいいっすね。かっこいいですか？ミサトの塔が野球ボールになってるんですか？よくわかりましたね。そうです。はい、今日何日ですか？わからんのかい。はいね。はい、ということでですね、僕はあのヘルメットをしっかりとオーダーしまして、つぶたの方は100点のグローブが作れました。はい、ということで今日の動画は以上となります。それでは失礼します。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。